皆さんどうもこんにちは、トレイです。本日は遊女について話していきたいと思います。私たち男性にとって遊女の誘惑というのは常にあります。私たちが街へ出かけるとき、少し裏路地へ入れば風俗店などの性的サービスを提供する店がずらりと並んでいて、お店の前では色気漂う女性が客引きをしています。またそういったところに行かずとも、身近なところから夫のいる女性、つまり人妻からアプローチを受けることもあります。聖書は婚外交渉は罪であると教えています。婚外交渉とは、婚姻関係にない男女が性的関係を持つことです。ですから風俗店に行くことは罪であり、他人の妻と性的関係を持つことは罪です。無論そういった関係は持つべきではなく、自分の妻だけとセックスを喜び楽しむべきです。そこで思いますよね。そんなこと言うけど、遊女からお誘いがあったとき、なかなか断れないよ。欲が勝ってしまうんだ。こればっかりはどうしようもない。そんなあなたに朗報です。一つだけ、遊女からのお誘いをきっぱりと断る方法があります。それは聖書の言葉によってです。どういうことか。本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言7章1節から5節のところです。まずはお読みします。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは妹だと言い、英知に向かって身内と呼べ。自分をよその女から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るために。まず一節のところ、我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。我が子よで始まっています。これは天地創造主なる神様から私たち人間への呼びかけです。実は神様はこの世界のすべてをお作りになられたお方です。私たち人間をも神様はお作りになられました。つまり私たち人間は神様によって作られた存在なんです。ですから私たち人間の目から見て、神様はお父様のような存在です。また神様の目線から見て、私たち人間は子供のような存在です。そんな父親であられる神様から、子供である人間に我が子よと呼びかけておられます。私の言葉、私の命令というのは聖書の言葉を指しています。また聖書の言葉というのはすべて神様のお言葉です。つまりここの一節で言っておられることは、聖書の言葉を守り、聖書の言葉をよく覚えて、それにのっとって生活していきなさいということです。2節のところ、私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。ここの箇所が言っているのは、聖書の言葉に従順に従いなさい、聖書の言葉を何よりも大事にしなさいということです。3節のところ、それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。それというのは聖書の言葉を指しています。つまり聖書の言葉を指に結んで
心に書き記しなさいと言っておられます。これは聖書の言葉をよく見えるところに置き、何をするときもその聖書の言葉に従いなさい、聖書の言葉を覚え、よく思い巡らしなさいということです。4節のところ、知恵に向かってあなたは妹だと言い、英知に向かって身内と呼べ。知恵というのは聖書の言葉を指しています。聖書の言葉は神様のお言葉でもありますから、聖書には神様の知恵が満ち溢れています。英知というのは深い知恵のことを表しています。つまり聖書の言葉を指しています。4節のところが言っているのは、聖書の言葉を自分の妹、身内と呼べるぐらい常日頃からよく読みなさいということです。5節のところ、自分をよその女から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るために。1節から4節までのところで、神様が聖書の言葉をよく読み込み暗記し、それに従って生きなさいと言われた理由が5節のところで明らかになっています。それは聖書の言葉があなたを遊女の誘惑から守るからです。聖書の言葉をよく読み込み暗記し従っていくとき、遊女の誘惑に勝利を取ることができます。なぜか、聖書の言葉は神様のお言葉であり、神様のお力が宿っているからです。人間の力では誘惑に勝利することはできませんが、神様のお力であれば誘惑に勝利することができます。皆さんどうでしょうか。もしあなたが常日頃から遊女の誘いを断れずに罪を犯していらっしゃるなら、ぜひとも聖書を読むことをお勧めします。あなたは聖書を読むことによってきっぱりと遊女の誘惑を断ることができます。聖書は今の時代ネットで簡単に読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。また聖書を読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。本日はこの辺にしたいと思います。さようなら。また次回もお楽しみに。